新進テスト飛行から数年、日本純国産戦闘機開発は進み、各パーツが出揃った。IHI 製 XF9 エンジンやレーダーなど、高性能な製品類に日本に欠けているものがまた分かった。今回は、この部分を詳しく見ていきますね。日本は、トータルバランスに欠点があったのか、時間をかけて開発する時間も待たない。今回の F3 開発は、F2 開発の時とは、また別物になるようだ。2021年3月頃には、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発に関し、主幹企業となった三菱重工業を中心として、具体的な設計の段階に進んでいることが報じられた。この開発を主導する三菱重工業は、愛知県の自社工場内に他の国内の同事業への参画企業の技術者等200名体制の人員を配置し、これを最大で500名程度まで拡張、2027年度をめどに詳細設計を行うという。その後ここで完了した設計をもとに、テスト飛行用の機体等が製作され、随時テスト飛行等を並行して実施しつつ、2031年度には量産開始に着手する予定というのが大まかなスケジュールだ。現行の F2 戦闘機は2035年前後からの退役が予想されるため、これに間に合わせるために次期戦闘機開発の進捗は組み立てられている状態だが、ここのところ目新しい情報は少ないようだ。日本政府や防衛省、そして実際の戦闘機運用を行う航空自衛隊でも、日本の状況に照らした柔軟な仕様変更が可能なこと、航空機生産の技術的なノウハウ維持に向けて、今回の計画では動いている。現行の F2 戦闘機は、当時最も重要なエンジンの国産化のめどが立たなかったため、アメリカの F16 戦闘機をベースにした苦い経験があり、それゆえに独自の仕様変更等が困難だった経緯があるからだ。ただし、パッと見の外観以外は F2 戦闘機はほとんど日本独自の中身に変更されており、可能な限りの国内戦闘機開発技術の維持に揺なげてきたと評価する声も一部にはあり、その限りではない。今回の次世代戦闘機の開発には、少なくとも2兆円以上の初期開発費が必要になるとも言われており、この点から総数で100機弱程度の生産しか想定されていない同機に対する風当たりは強い。そのため、与党自民党の一部からは、次期戦闘機を輸出することを前提として開発すべきとの提言がなされているが、費用対効果の辻褄を合わせることあり、機の海外輸出など厳しいと思われてならない。次世代戦闘機はいわゆる第6世代戦闘機、現状の F35 ライトニング2等からさらに一歩進んだ先進機となることが標榜されているが、そこで必須となる要件もまだまだ明確ではなく、その点も不安だ。イギリスが BAE システムズ社を中心として、スウェーデン、イタリア等との協力の下で進めているテンペスト計画も同様にいわゆる第6世代戦闘機と言われているが、もっと具体化されているように見える。
スウェーデンは自国にサーブ等の戦闘機開発企業を有しているが、テンペストの完成後にこれをそのまま導入するのではなく、今後の自国の航空機技術に生かす道を模索中とも言われている。また、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発を進めている。FCAS 計画も、いわゆる第6世代戦闘機であり、各国の政治的思惑は、ありつつも、均等な比率でプロジェクトを進めることが報じられている。戦闘機ではなく、次世代戦車開発においても、フランスとドイツは、共同で開発に乗り出す方向性が示されており、それは、それで戦車不要論も盛んになっている状況か、どう進捗していくのか注目だろう。さて、いわゆる第6世代戦闘機の件に話を戻せば、やはり、アメリカ、ロシア、中国といった今の軍事大国は一国独自での開発を進めている模様で、この構図は今後もしばらく続く傾向だと思われる。昨年2020年にはアメリカ空軍の担当者がすでにいわゆる66世代戦闘機の試作機の初飛行も終えていると明かし、注目を集めたが、いかなる企業の機体なのか等具体的なことは分からずストレスになっている。無論、現状の流れからは、ロッキード・マーチン社やボーイング社が主導することになるのは間違いないのだろうが、遠隔操作型の無人航空機等の開発も進んでいるだけに、それらとのリンクも気になる点だ。個人的には、こうした、いわゆる第6世代戦闘機開発については、イギリス主導のテンペスト計画や、フランス、ドイツ、スペイン、FCAS 計画などが、非常に羨ましい状況にあると思えてしまう。これは、近隣に、先進の戦闘機の共同開発を行える国が、複数あることへの、単純な憧れなのだが、日本の地理的、政治的な状況から隣国を見渡した場合、こうした条件に合致した国はほとんど見当たらない。フランスとドイツなどこれまでの中世から近代でも何度もの戦争を繰り返し対立してきた過去を振り返れば、かなり困難なプロジェクトを指導させているように思えるが実現させている。これが結果的に成功するか否かは今のところ何とも言えないとは思えるが、良くも悪くも、かつては多くの植民地を世界に抱えていながら、今は斜陽傾向な国々の生き残りにかける狡猾さが見て取れる。ただ、こうした以前に現行の F-15 イーグルの費用高騰に伴う改修可否の問題や F-35 ライトニング2の機体維持にかかるコストなど、日本の戦闘機を取り巻く解決すべき課題は山積しており、危うい状況だ。